後期仏教における神秘性とヨーガとの関係。初期仏教は修行システムの中で集中瞑想が大変重要視されたため、後の時代になると、神秘主義的な思想が交流するようになりました。さらに、そのような思想は、一部の地域において、極めて突飛な事態にまで至ったことを否定することはできません。すべての肉体的影響を排除して思考を純化したり、謎めいた文句を唱えたり、超能力を獲得するために迷信的な仕掛けを設けたりすることでトランスや催眠の状態を作り出すことが、道徳律によるあらゆる義務や善行より高い位置づけとなりました。また、ネパールやチベットでは、護持如来、または瞑想の諸仏、という不思議な教理が生まれたことも、指摘しておきます。これらは、形のない思考世界に存在する抽象的で根源的な要素であり、無常世界の諸物を霊妙かつ永遠に表すものとされていました。しかし、今我々が関心を持っているのは、インド自体で神秘主義的仏教が成長し交流したことと、ヨーガとかヨーガアチャーラ、ユガ行派と呼ばれるシステムとがどのように関連しているかという問題です。このようなシステムと仏教が緊密な関係にあったことはよく知られています。ヨーガに含まれる様々な実践法は、仏教とは異なるルーツを持っています。これらは、ゴータマ・ブッダが生きている時代より前から、インドで一般的に行われていました。ゴータマ・ブッダの伝記の中でおそらく真実だろうと一般に受け止められていることの一つは、彼が家庭や世俗の交わりを捨てた後、ヨーガを実践するバラモン修行者に弟子入りしたことです。ヨーガシステムの2つの鍵、苦行と瞑想。それでは、このような修行者たちは、どのような目的を持っていたのでしょうか。ヨーガという単語は結合を意味します。サンスクリット語の語根である湯字、結びつける、から派生したものです。ヨーガを実習するすべての人は、自分の魂と永遠の霊魂または宇宙の本体との神秘的な結合、再結合といった方が適切かもしれません。いわゆる、梵外知如を達成し、それによって神聖な知恵を獲得するというのが本来の目的でした。紀元前5世紀に、ブッダがヨーガに取り組んだ時も、最初の目的はこのことだったろうと推測できます。現代でも、インドでは、同じ目的でこのシステムを実践する熱心な人たちがいます。ここで注意しなければならないのは、時代とともに、旧来のヨーガシステムに別の形態が持ち込まれたということです。すなわち、ヨーガシステムは成長するにつれ進級の二重構造となり、最終的に2つの目的を持つようになりました。ヨーガは、昔に遡れば遡るほど高度となります。初期のヨーガが目指したのは、宇宙の本体との結合だけでした。より発達したシステムでは、もっと別のことを目指しています。つまり、身体を完全に自分の意志に従わせ、霊魂を心や体から取り出して純粋な状態に保つことで、奇跡的なパワーを獲得することを目指しました。この状態はカイバルヤと呼ばれています。紀元前5世紀に、ゴータマ・ブッダが修行を開始したとき、このような提示のヨーガ形態はほとんど知られていなかったようです。この時代、真面目で信心深い人間たちは、崇高な存在との結合や本質的自己への没入だけを盛んに希求していたというのが実態です。こういった結合や没入を実現するための方法が、いろいろと開発されましたが、それらは大まかに2種類に分けることができるでしょう。身体的な苦行、タパス、と集中瞑想、ジャーナ、禅定、です。修行者は、このような2つの主な手段のどちらかを使うことで、あらゆる肉体的な束縛から逃れることができるとされていました。彼の身体器官を完全に精神性に服従させることで、身体を持っていることさえ全く気がつかないようになるわけです。こうやることで、初めて人間の霊性は崇高な存在と混じり合うことが可能になります。断食その他の苦行。ラリタビスタラを読みますと、ゴータマの時代、様々な形の肉体的拷問に近い修行、自己乖離、禁欲が広まっていたことがわかります。ここには、何人かの修行者が、足を組んだまま一箇所に座り、ずっと沈黙を守ったままであるという記述があります。別の人は、食事を1日に1回、または2日に1回、または4日、6日、2週間に1回しか取りません。濡れた布や、灰、砂利、石、板、トゲのある草、大釘の上で寝る者や、顔を下にして寝る者もいます。あらゆる場所において常に裸で暮らす者もいます。ある人は、身体に灰、炭、ゴミ、粘土を塗りつけます。別の人は、煙や火を吸い込みます。太陽を見つめる人、5つの火に囲まれて座っている人、片足で休息を取る人、どちらかの腕を上げっぱなしにしている人、足を使う代わりに膝で歩行する人、熱した石で自分の体を焼く人、水に潜る人、空中にぶら下がったままの人。また、マヌ法典11-213には非常につらい、アティクリッチュラという名の断食方法が記載されていますが、これもよく実践されました。これは、9日間にわたって毎日一口だけしか食べず、次の3日間はすべての食物を断つというやり方です。別の方法もあります。月の断食620、11-216と呼ばれているもので、満月の日に15口食べることから始めて、新月まで一口ずつ食べる量を減らし、さらに次の満月に向けて一口ずつ食べる量を増やしていきます。古い文献からは、このような文章を無数に引用することができます。このことは、肉体を完全に精神に服従させることを目的として、同様の実践方法がインド中で盛んに行われていたことを示しています。これらの実践は、現在に至るまで続いています。あるイスラム教徒の旅行者は、太陽に顔を向けたまま身動きせずに立っている人を見たことがあるそうです。その旅行者は、16年後に同じ場所を訪問する機会がありました。すると、そこでは同じ男が全く同じ姿勢でいたそうです。彼は、外界のすべての視野が消え去るまで、太陽の円盤を見つめていました。ミルノ英国領インド史、I353 には、ごく最近見かけたヨガ行者のことも記載されています。その男は、四角形に区切られた、四隅で火を燃やしている場所に座っていました。彼は、猛烈な熱の中、太陽を見つめながら片足で立ちます。次に彼は、頭を下にして体をまっすぐに立て、両足を空中高く突き上げ、3時間その姿勢のままでいます。その後、彼は足を組んで座り、強烈な太陽光線を頭上で受け、炎の熱を身体に受けながら、火が落ちるまで座禅を続けるのです。この間、時々、自分の手で薪を足して炎を強くします。瞑想の理論、神との神秘的合体の方法。ここで、神との神秘的合体を達成するための2番目の方法、すなわち深い抽象的思考、集中瞑想に注目してみましょう。これもまた、ブッダが生きていた時代には、インド各地で一般に行われていたことが確認できます。実際、インドの哲学者たちが宇宙の根源的霊性に与えた名前の一つがチットです。これは考えること、観察することを意味する語根です。もちろん、この意味は、純粋な抽象的思考、言い換えればあらゆる具体的対象から離れた思考能力です。つまり、この永遠無限の霊性は、精神性の最高位の段階にあるので、何も思考することがなく、考える対象から完全に切り離された純粋な思考性なのです。しかし、一旦それが自分の能力を行使しようとすると、自分以外の解の存在と混じり合わなければならないので、必然的に、絶対的な唯一性、抽象性、独立性いう状態が当分の間破れることになります。したがって、この宇宙の根源的霊性に心を強く集中させれば、思考は一つの抽象的な本質だけに固定されるようになります。これによって修行者は無思考の状態に置かれます。この抽象的本質は不動ですから、人間がその本質を思考対象にしたからといって変化することはないのです。この理論とよく調和しているのがアーヨーガスートラにあるヨーガの定義です。その2番目の句では思考機能の作用や変化を抑制するのがヨーガであると説かれています。したがって、現実に人間の心が究極的な思考原理と合体すると、心は完全に没入した状態になるため、考えるということ自体が純粋思考の中に溶け去ってしまいます。ブッダとヨーガシステムとの関係。以上私が述べてきたことから、ゴータマ・ブッダが世俗を離れて出家する決心をしたとき、彼がヨーガの実習を最初に選んだというのは、当時としては全く普通のコースだったことは明白です。彼は、前に申し上げた最初の下脱方法として、6年間の長い断食を実行し、辛い苦行にどれだけの価値があるかを試しました。そして、身体をいじめ抜くことは何の役にも立たないことを発見し、自然な食事を口にした後、第2の方法である深い集中瞑想に入りました。台座に足を組んで座り、目を半分閉じたままボーガ、サマーディ、三昧の状態に入っているブッダを描いた図像がたくさんあります。この状態はヨーガニドラーとも呼ばれます。台本、愛一の記述によれば、彼は七昼夜にわたって禅定に入り、ついに覚醒してブッダとして生まれ変わりました。また、我々は、ブッダの入滅すなわち死、パリニッバーナ、の瞬間に、さらに高い瞑想段階にまで行ったことを大初涅槃行の記述、611で知っています。そこで、孫子は瞑想の第一禅定、初禅に入られた。第一禅定から出て第二禅定に移られた。第二禅定から出て第三禅定へ移られた。第三禅定から出て第四禅定に到達された。第4禅定から空間無限性の想念に到達された。空間無限性の想念から出て、思考無限性の想念に到達された。思考無限性の想念から出て、絶対的無実体の想念に到達された。さらに、絶対的無実体の想念から出て、意識でも無意識でもない領域に入られた。そして、その領域から出て、すべての感受やすべての概念知覚が完全に停止した状態に入られた。サマーディ、三昧と超越的パワーは、神通。高度なボーガ状態は全体としてサマーディ、三昧という一般名で呼ばれ、このサマーディを収集すると、最終的に6つの超越的パワーは、6神通が得られます。すなわち、遠くの音や言葉を聞き取ることのできる天二通、世界のあらゆる場所で起きていることを見ることのできる天眼通、他人の考えを知ることのできる他心通、前世のことを思い出す宿命通、煩悩の邪悪な影響力を破壊する路人通です。最後に一滴、人足通と呼ばれる超自然的な力がありますが、これについては後ほど説明することにします。ブッダが最初に悟りを開いたとき、ブッダがたどった瞑想の過程に話を戻します。最初に心が深く没入したとき、最初に現れた素晴らしい成果とは何だったのでしょうか。ある言い伝えでは、その夜の最初に、自分のすべての過去世の存在が心を通過していったとされています。2番目に、人間のあらゆるあり方を理解しました。3番目に、彼は原因と結果の連鎖をたどり、夜明けには全てのことを知りました。しかしながら、ゴータマは、インド哲学で教えるヨーガの最高境地、すなわち神との合体に到達したのだとは決して述べられていないことに注目してください。逆に、彼の悟りは、永遠無限で絶対的存在としての神を全く信じないという方向へ行きました。我々の身体に潜む霊性が神と混じり合えるとか、その中へ没入できるといったことを全く信じないのです。また彼は物質的な肉体とは別に見ることも触ることもできない人間の自我またはエゴ、一般に魂と呼ばれるものという永遠の存在があることも信じませんでした。この点では彼はヨガとかなり立場が異なっています。ブッダと超能力との関係。彼がはっきりと断言したのは、すべての人間は、過去世に行った行為の力に、生存への強烈な執着、ウパーダーナによる力が加わり、これらの力で作られたということだけです。ブッダ自身もそのようにして生まれてきたのであり、過去に無数の生存形態を取りながら生死を繰り返してきたのです。しかし、彼は、今の世と次の世の間に霊や魂が介在するという考え方をしていません。彼は、長時間にわたる瞑想により、それを超える高い知恵に到達しました。同時代の誰よりも高尚深遠な知恵に上り詰めましたが、彼自身は、彼と同じように心を同程度の高みにまで飛翔させることのできる人なら誰でも手に入るような能力だけを使ったのであり、それ以上の驚異的能力を熱望したわけではありませんでした。それだけでなく、彼は、超越的な能力の獲得を、アラカンと呼ばれる完全に悟りを開いた聖者だけに許すという注意深い戒告まで出しています。彼は、自分は超能力者だと称するペテン師からそのような能力を保護することが大事だと考えていました。このため、修行者の集い、サンガへの入門を許可する際に全てのビクに4つの禁止事項を伝達するのですが、そのうちの1つに、そのような能力を持っているふりはしてはならないという訓告を含めています。ゴータマの時代のアラカンたちさえも、実際に物理的な奇跡を起こす力を持っていると主張することが許されたのかどうか、確かな証拠は残っていません。